どうも秋葉大成でございます。いつもありがとうございます。はい、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということで今回も名盤なんですけども、今回はちょっとですね、めちゃくちゃ伝説の名盤でございます。この名盤をいつやろうかいつやらないかってこうずっと考えてて、やっとやろうっていう気になったという感じで、まあ、僕も超大好きですし、やっぱりもうこれは本当日本の音楽史ロック史に残る大切な名盤になっております。まあ、このアルバム不遇な処置が取られて、いろんな紆余曲折がありですね、生まれた、そしてねロック史に残る名曲も収録されている、今回はですね RC サクセションのこちらでございます。シングルマン来ました。こちらご紹介していきたいと思います。毎回名盤紹介してますけども、まさにこれ名盤というものにめちゃくちゃふさわしいね、あのアルバムになっております。これ本当に皆さんにもぜひこれ聞いてほしいと同時に、やっぱりこのアルバムの背景っていうのが不遇で悲しい運命にあったアルバム、それと同時にやっぱりこれが評価されて当然であるがごとくの名盤になっておりますので、その辺もちょっと今日ざっくり喋っていきたいんですけども、まあ、まさにこれは今尾の清志郎さんを含めた RC サクセションの売れ行きというものに、迎合されない反骨心ですよね。それとですね、やっぱり様々な不遇な、運命を乗り越えて、それでも評価に値するということで開発になった素晴らしい名盤でありですね、でやっぱりこのアルバムに収録されているスローバラードなんていうのもものすごく伝説的な名曲になりましたし、甲州街道はもう秋なのさという後半の楽曲からスローバラードの最後の曲になるまでのこの2曲の流れはもう本当に鳥肌もんですので、ぜひとも今回こちらちょっと長くなりそうですけども、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、RG サクセションなかなか僕紹介することそんな多くないんですけど、昨年もねいろいろと紹介したんですけども、今回も、まあ、このシングルマンというアルバムの、まあ、アルバムの概要、その運命というもの、それから、まあアルバムの音楽性だったりとか、そしてまあね収録曲について解説していければなというふうに思います。ということで今回も皆さんと一緒に音楽の魅力に迫っていこうと思います。で今回はシングルマンでございます。 RC サクセションのアルバムでございます。まあ、とてもとても名盤でございます。で僕正直なんですけど、この、シングルマンという、まあ、アルバムをと出会った時に、最初聞いた時にずっといきなりこうね入ってくる、そういったポップスの、まあ、入りやすいノリの名盤とはまた違うんですよね。めちゃくちゃ聞いた上でやっぱりこのアルバムっていいよなというか、言葉そして今の清志郎さんのこの歌い回すところの感情移入ですよね。歌詞の言霊の思いであったりとか、そういったものが徐々にこのアルバム何回もリピートして聞くたびに、特にやっぱりスローバラードなんてものは伝説的な曲でもありますけども、このアルバムのスローバラード以外の楽曲もどれだけ心に染みるかということがよくわかる、名盤になっております。なので一概にこれ咀嚼できるかというと、そうでは僕ないと思うんですよね。やっぱり何回か聞いていくうちに、徐々にこの自分の状況とどうやってこのシングルマンというものを共鳴させるかっていうのが、僕はそういった一つの見方としてこのアルバムは個人的に位置づけてます。ちょっとねどういう、運命なのかということで、アルバムの概要をご紹介したいと思います。まず RC サクセションといえばですね、まあ、初期はですね3人グループでですね、まあ、今尾の清志郎さん、林和夫さん、まあ、凛子さんですよね。それから、まあ、ハレン・ケンジさんですね。この3人で、まあね、初期なんかの、まあ、RC サクセションの面々ってそうなんですよね。で、このシングルマンも一応その初期の時代の、まあ、名盤になってくるわけなんですけども、その時はやっぱりこのフォークソングという形でね、くくられたと思うんですけども、RC サクセションはやっぱフォークでもあるのかなとは思うんですけども、ルーツであったブラックのノリとか、そのソウルのノリっていうのが、やっぱりすごく、リスペクトしてるなというサウンドにもなっていて、ちょっと荒削り感もあってですね、すごく僕はパンチの効いたバンドであるという初期は特にそう思うんですよね。これ初期はね、こうなんかウッドベースがこう効いていたりとかもしてね、すごくいいですよね。まあ、それでね、座組を変えて、それでまあロックンロールバンドになってくんですけども、で、このシングルマンというのはですね、一応ですね、1976年の4月に発売されたという形になっていて、まあ3枚目のアルバムということなんですけども、ただ1976年なんですけども、実質的には発売されたのは1980年というのが、まあ、リニューアルというか、それまで廃盤になってたんですよね。なので、そこに至る経緯ですよね。どういった不遇なアルバムになったのかということを、まず最初ちょっと紹介していこうと思うんですけども、まずこのアルバム1976年に一応発売されてたんですけども、レコーディング時代は1974年になり
います。でこの当時あの多賀秀則さんという、まあ、井上陽水さんとかの氷の世界なんかを手掛けたプロデューサーでもありますキティレーベルですよね。この方がアルシサクシーのことめちゃくちゃ買ってたんですよね。すごいバンドだということで、でそこで多賀秀則さんという方は、ね、ポリドールというレコード会社のディレクターだったんですよね。でこの多賀秀則さんがそのホリプロに所属しているRCサクセションを、まあ、レコーディングさせるとかで74年にレコーディング始まるんですが、それで当時ですねRCサクセションはホリプロというですね事務所に所属していたんですよね。でホリプロに所属していた時の担当マネージャーが、まあ、奥田さんという方だったんですよね。でこの奥田さんっていうのは同時に井上陽水さんの、まあ、マネージメントもしていたわけですよね。でそんな時に井上陽水さんが、まあ、当時73年とかですかね、氷の世界という僕の名盤解説でも紹介しました、もうこれも歴史に残る、ね、井上陽水さんの超売れた、まあ、4つの金字塔を成し遂げた名盤なんですけども、まあ、このね、まあ、名盤なんかを引っ提げて超人気者だったわけですよね。でこの井上陽水さん超人気者で絶頂な時にこの奥田さんという方が、この井上陽水さんを引き連れてホリプロから独立しようってなったんですよね。まあやっぱり独立した理由としてはまあねいろいろあるのかわかんないですけど、金銭的にもまあその著作権であったりとか原版権であったりとかね、そういった印税周りのことが、関係してるのかなとは思うんですけども、まあそういったことをやってしまったせいでホリプロがまあとにかく怒ったんですよね。それ怒りますよね。井上陽水さんを勝手に引き連れて独立されてね、それではもうちょっとこう業界的にもこう反逆的な行為だみたいな感じで、ただその時ねその奥田さんはまあねそんなの構いなしにこう独立するってなった時にリボンという会社に独立して井上陽水さんを引き連れていくと、その同時に RC サクセションも一緒にね連れていこうとしたんですよ。ただ RC サクセションこの当時ホリプロとの契約がまだ終わってないから、まずこのやっぱりホリプロにいなきゃいけないということだったらしいんですよね。でそれによってまあその奥田さんと井上陽水さんも独立したけども、RC サクセションはホリプロに残らざるを得なくなったわけでございます。でやっぱりこの当時仕事も全然なくて、井上陽水さんとの交流世界の帰れない2人ね、今の清志郎さんと共作ですけども、まあ、その印税とかでなんとか食っていたんですよね。ただやっぱりホリプロ側も奥田さんが独立した怒りっていうのを、まあ、RC サクセションに向けてですね、まあなんか3万円ぐらいの給料を払って、それでもうねほとんどこう干して、まあそのね買い殺し状態というか、ホリプロにいながらも仕事は与えないみたいな、そういった感じでとても悲しい状況になったんですよね。でまあその契約満了まであと1年で、1年経ったらどうせ奥田さんのところに行くわけですよね。井上陽水さんと一緒に行くわけなので、そういう意味でじゃあもうあと1年でどうせうちのホリプロからいなくなるんだったら、あんたたちに別にレコード作るなんか金出すのもったいないじゃんっていうことになったと多分思うんですけども、それだったらね、なんであんたたちにそんなレコーディング費用とかレコーディングの設備っていうのを整えなきゃいけないのっていうことになって、なかなかレコーディングの環境っていうのを整えてもらえなかったんですね、RC サクセションは。それででもやっぱりその1974年から多賀さんに見込まれて新しいこのシングルマンを作ってるので、ホリプロにバレないようにこのシングルマンのレコーディングがされたということになってるわけなんですね。シングルマンというのが一応ですね1975年に完成するんですが、ね、やっぱりこの完成したことでホリプロっていうのは許してくれなかったんですね。発売というのをね秘密に制作していたので、ホリプロはもちろん許可しないわけですよね。それでまあ結局このアルバムお蔵入りになってしまったんですね。まず1回目ここでお蔵入りになってしまうということでございます。それでその後約1年後1976年にまあやっぱりこのホーリープロとの契約が切れたことによって奥田さんの元へ行ったわけでございます。ね、独立した事務所に行ったわけです。リボンという事務所に行ったわけ、移籍したわけなんですけども、ただこの時も、まあ、RC サクセションがなかなかこう仕事全然1年間できていなくて、モチベーションというのもあったんですけど、なかなかこのシングルマンね発売したんですけど売れなかったわけなんですよね。シングルとしてスローバラードという名曲がね、伝説的な名曲もシングルとして出されるんですが、でこのシングルも多賀さんめちゃくちゃ、多賀秀則さんめちゃくちゃプロモーションかけるんですよ。宣伝費使いまくって広告出すんですけども、ただこれもなかなか売れなかったということなんですよね。それでわずか1年と経たずに廃盤になってしまったわけなんですよね。ただそこからまあね RC サクセションはまあそのいろいろこう精神的な苦痛なんかもあったんですけども、79年にまあ RC サクセションがまあ、新しく、まあ、生まれ変わるというかですね、3人のアコースティックのトリオからまたのロックバンドへとこれまた変わってったわけですよね。でその時に、まあ、そのロックンロールのライブとかですごく人気をこう、ね、徐々にこうつけていったわけですよね。そこでな人気をつけていったこの RC サクセションを見て音楽評論家、まあ、この方吉見優子さんという方なんですけども、この吉見優子さんが RC サクセションの新譜を待ってたんですけど、いやいや
このシングルマンこそやっぱりこれ廃盤にしちゃダメでしょとね、これファンに届けなきゃいけないでしょと、それがいいものはちゃんとやっぱり世の中にファンのもとに届けなきゃいけないよね、それが音楽の正常な伝播だよねということで、なんとですね、あのシングルマン再発売実行委員会というものをこの吉見さんが事務局長として設立するんですね。それでですね、このシングルマンを再発売するんだという運動がこれ始まっていくわけですね。79年にこの運動が始まって、この運動というのが社会的にも広がっていったわけですね。注目を集めるようになったわけなんですよね。で、最初これ自主制作版というところで出していったんですけども、やっぱりこれ異例にすごくみんな欲しい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 ってなって、でそれでやっぱり追いつかなくなってしまって、それでやっと1980年にポリドールから正式にこれが発売されましたという、まあそういった、状況になってるわけです。だからすごく時差があるんですよね。でこのね帯にも幻のアルバム皆様のおかげでいよいよ再発売、こんな素晴らしいレコードを廃盤にして申し訳ありませんといった、まあ、謝罪文も書かれると同時に、こっちの帯の裏側の方には、まあ、このね、シングルマン4年前に発売されたがあえなく廃盤になってしまったものです、このアルバムを一切あのね世に出したいと思った吉見優子さんが、まあ、ね委員会として、発売の運動がされましたと。本当最後にはやっぱりこのね、レコード会社としましては、こんな素晴らしいレコードを廃盤にしてしまったことを恥じ入り反省している次第でありますというね、そういった謝罪文が書かれるという、また異例なねアルバムになってるわけなんですよ。80年に一応発売されるんですけども、まあ、この80年ね超名盤、またこれも名盤、ラプソディというね、こちらも名盤ライブ版になっておりますけども、まあ、この当時、まあ、このライブ版でまた人気も、まあ、出てきたわけなんですよね。で不遇なアルバムだったということで、ただやっぱりそういった運動からも分かる通りに、とにかくこれは世に出さなきゃいけない名盤であるということが、まあやっぱりこう世間的にも認知されるようになって人気が出てきたわけでございます。ただこの時はねもうその3人編成ではなくなった RC サクセションとしての、まあ、状況なので、まあ、一応その過去の作品ということもねあって、やっぱりこのブランク空いたっていうのは、まあそのミュージシャンとしてね精神衛生的にまあいろいろこう考えることはおそらくあるんだと思うんですけども、まあそういった状況があったわけでございます。はい、そしてね、まあ、このアルバムの音楽性という魅力なんですけれども、まあこのアルバムってやっぱりその音楽ってすごく素晴らしいんですよ。でこの初期の RC サクセションの3人のウッドベースとか3人のまあやりたい音楽というのが、まあ一応ね詰まってる、アルバムではあるんですけども、こういう電気楽器とかっていうのとか、あとまあストリングス、それからブラス、そういったものが使用されたということでございます。でこのアルバムはその星勝さんというね、これもまた井上陽水さんの氷の世界なんかのディレクションもしている、まあ、素晴らしい元モップスというグループサウンズの方、よく僕の動画でも紹介しますけども、この星勝さんが一応編曲アレンジャーとして起用されたんですね。ただ今の清志郎さんたちはこれにすごく嫌な思いをしていたということなんですよね。3人で作り上げる音楽があるんですけども、勝手にそれをレコーディングして編曲として新しいアレンジというものを付け加えられてしまうといった状況になったわけなんですよね。あのタワーオブパワーというですね、まあこれも本当世界的なアーティストグループですけども、まあ、このタワーオブパワーがこのアルバムに参加してるんですよ。本およびリズムセクションで参加してるんですよね。タワーオブパワーといえば僕で紹介した釜谷敏さんの「ああ我が良き友よ」というアルバムでも参加してます。ゴロワーズを捨てたことがあるかいという曲とかね、これも75年なんですけども、洗練されたやっぱり日本人離れしたグルーヴ感というものをこうね演奏で体現してしまうんですよね。でそれによって今の清志郎さんたちはこの音楽性が嫌だったんですよね。この星勝さんがアレンジャーに入ったことによって自分たちの音楽じゃないということになったわけですよね。音がね整理されて綺麗で豪華で聞きやすすぎるということで、すごく今の清志郎さんは否定してるんですよね。しかもストリングスだったらニューヨークフィルが、まあ、関わっていたりとかしてですね、すごく、まあ、洗練されたものになってしまったということです。だから勝手にこのポップス寄りにされてしまったというね。だからこのアーティストスピリットとしての、まあ、馬野清志郎さんのこのやりたい3人のサウンドがあるのに、なんかねそれを勝手に変えられて、やっぱり売れ筋といったところに勝手に持ってかれるのが嫌だったということなんですよね。やっぱり本当はバンドとしての音を体現したかったけども、そういったプロデューサーであったりディレクションとかの中で売れ行きをもう軸にしてしまって、まあ、とにかくこうバンドの意向というか、やっぱりこうポップ的なところにこう無理やり持ってかれたということでですね、やっぱりこの当時の星勝さんとかっていうのは、やっぱり井上陽水さんたちの周りの楽曲ってすごくやっぱりインパクトがあって、井上陽水さんの氷の世界が売れた
っていうのもあって、やっぱりそういった海外志向の、まあ、音色とかグルーブっていうのを取り入れたんだと思うんですよ。やっぱりこの氷の世界っていうのも、まあ、ロンドンレコーディングだったわけなんですよね。なのでそこでやっぱり最先端のものとかをこう見てきた、まあ、星勝さんならではの、まあ、その売れ行きというところだけを注目してたことのアプローチだと思うんですけども、ただそれがあの RG サクセションの中ではそれが気に食わなかったということなんですね。でそういう意味ですごく、まあ、この歌詞の内容、この楽曲の内容なんかもわかるんですけども、すごくこういった勝手に変えられることへの怒りであったりとか、まあ、そのスタッフに対する不信感みたいなのが個人的にはよくこれ伝わってくる、ね、あの歌詞であったりとかするんですね。後々曲紹介しますけども、まあ、そこも感じますし、やっぱりこれ面白いのがなんかあのこの注意書きに、このレコードは世界的なスタジオミュージシャンを豊富に使用しております、安心してご利用くださいということが書いてるんですよね、うん、でその当時ね、やっぱりなんでこれが書かれるのかというと、なんか契約系の関係で演奏クレジットがこの RC サクセスの3人だけ、そしてアレンジャー星勝さんということだけしかクレジットされてないんですよ。だからまあタオバワーが弾いてるっていうのはわかるんですけど、タオバワーはクレジットされてないんですよね。それと同時にあのミッキー吉野さんがヒッピーに捧ぐという楽曲で、ハモンドオルガンというものを弾いていたり、それもまたクレジットされてないですし、新六門線とかのドラマも参加してるんですけど、それもまたクレジットされてないんですよね。このアルバムの全体的な音楽性って僕は統一感という感じではないんですよね。すごくいろんなバランスがある。やっぱタワーオブパワーのそういった素晴らしいこう日本人離れしたグルーヴ感、そしてブラスの豪華なサウンド、まあスローバラードもそうなんですけども、そういったまあそのアレンジメントというところが星勝さんによって作られてるというこのアルバムではありますけども、ただやっぱりこうフォーキーなね、名残があるような、まあそういった楽曲っていうのも目立ちますし、反骨的な楽曲もあります、そして実験的な楽曲もあります。なのでそういう意味でこのシングルマンっていうのはこう統一感というよりかは様々な試行錯誤の名のもとに作られたアルバムだと思うんですけども、ただやっぱりスローバラードとかね、僕が昔から聴いてるこのスローバラードっていう楽曲っていうのはやっぱりこのアルバムに入ってるバージョン、バージョンっていうのが馴染みがあるので、とお気に入りで、うん、かっこいいなと思って聴いてるわけでございます。そしてね、この間僕レコードのジャケット特集した時にこのシングルマンのジャケットも上げたんですけども、まあ、このジャケットめちゃくちゃいいですよね。これちょっと哲学的な感じもあって、なんかすごく芸術性もあるんですけども、これなんかですね、幼児児童絵画等格検査図版というものらしいんです。っていうのはこれが、この絵を、子供たちに見せてどういう感じっていう風にこう子供たちに考えさせて、それを語らせて、この子供たちの、人格、それからまあ精神発達状況などを測るためのものらしいんですね、うん、だからそれをまたここに出してくるのがとても面白いんですけども、この LP 版の中にこういう写真があって、これもさっきのジャケットを、まあ、まさに体現している図面になってるんですよね。これがまた面白いですよね。このまたサイケ感満載な感じというか、下着でオルガン弾いてたりとか、このなんか机の上が散らかっていたりとか、まあちょっとこうサイケデリックな雰囲気、うん、なんかちょっと狂気も感じるぐらいの感覚、これがすごく面白いですよね。だからこの絵の感じ、ね、この2つの感じがね、まあ、似てるということで、まあ、とにかく面白いですよね。はい、ということで、まあ、こういったね、不遇な処置を取られたアルバムであると同時に、音楽性を取ってみても、まあ、今の清志郎さんと、まあ、そのアレンジャーの、まあ、そういった音楽的対立じゃないけども、まあ、その意見のかけ違いみたいなところ、ただやっぱりそんなことがあるけども、とにかく名盤だよねということで、まあ、どんな主力が曲が入ってるかというのをざっくりご紹介していこうと思います。はい、ということで、まず1曲目、ファンからの贈り物という楽曲でございます。これいきなりですね、あ、もうタワーオブパワーだなってわかるぐらい、クレジットはされてないですけどわかるぐらいの、まあ、すごくかっこよくファンキーな、R&B のようなね、なんかナンバーでございます。とにかく日本人離れした、リズム、そしてホーンの、ところはとてもかっこよく映っている楽曲でございます。ただこれとにかく、まあ、歌詞の内容を含めて、まあ、このロックンロールの、まあ、反骨心とかこう揶揄する雰囲気というのが熱烈に出てるというのも、このファンというものを、まあ、ちょっとね、なんか揶揄するというかね、挑発するような歌詞になっておりますね。ファンたちに贈り物をくれないか、僕に贈り物をくれないかと、もっとたくさん素敵なものをね、そしてファンからの贈り物どうもありがとうと、あの子もきっと喜ぶよと、贈り物をもらったら僕があの子に贈るのさ、つまらないものはゴミ箱に捨てるぜといったような、まあ、そういったこうね、荒れくれた感じっていうんですかね、そういった反逆的な感じがすごく好きです。ただやっぱりタオバーの演奏すごいいいなって思います。はい、そして
続いて大きな春子ちゃんという楽曲でございます。これ小林さんがリードボーカルを務めているということで、なかなか珍しい楽曲になってくるんですけども、小林さんのボーカルすごくいいんですよね、うん、これはとにかくやっぱりこう初期の RC 作詞をなって思うぐらいのウッドベースっていうのがすごく目立ってる、弾いてる、続いて優しさ、これ超名曲ですよね。スローバラードの B 面というかカップリング曲になってるんですけども、何がいいかって言ったら演奏ももちろんいいんですけども、喜怒哀楽というものを表現するとにかくパンチの効いたボーカル力、これがとにかくすごいです。楽曲の中にどうしようもないやるせなさと、それから時々込み上げてくる怒りという、こうなんか2つの人格がこう混入されてるような曲になっていてですね、途中でなんかこの怒りをあらわにする部分っていうのがあるんですよね。あの歌詞の中で、誰も優しくなんかない、思い違い、一人よがりの、僕は優しくなんかない、ずるい人だ君はっていうところの歌詞があって、責任逃れ君の荷物さ、それは僕のじゃない、僕のじゃない、僕のじゃない、僕に背負わせないでという、この歌詞でとにかく今尾野清志郎さんがその怒りという感情を出してくるわけですよね。なので今年でまた音楽の展開というのもまた変わってくるところですよね。なんとか音楽が異世界に変わって、この人間の情緒的なところがすごく楽しめると思うんですよね。なんかこう人間のどうしようもないやるせなさと込み上げてくる別人格の、怒りとが融合した僕は名曲だと思います。とにかくこれは超名曲です。はい、そして続いて僕は僕のためにという楽曲でございます。これもとにかくいいですよね。アコースティックギターのジャカジャカ鳴らすところがすごく、まあとにかくかっこいい、楽曲にはなっているわけでございます。でこれ結構ねロックンロールな感じがあって、全体的に荒削りがあって疾走感もあるんですけども、歌詞の中でもバイバイ君といたってしょうがない、バイバイ僕は僕のためだけに、バイバイ君といたってしょうがない、バイバイというような投げやり感というか、ちょっと逆にハイになってる感じっていうのが音楽性的にも今の清志郎さんのボーカルからもとにかく伝わってくる、いろんな叫び声っていうのが、まあ、グルーヴに乗っかって、うん、なんかこうその一つの荒削りなかっこいい疾走感あるナンバーへと変化してるというような感じです。でこの楽曲の後半でギターがハウる音、アンプからハウる音がブーンとなって、次のまた面白い楽曲に行くんですよね。続いてレコーディング、まあのんびりしたり、結論急いだりとかの楽曲、これはね面白いんですよね。1分ぐらいの楽曲になってるんですけど、足音とかいろんな環境音みたいなやつかな、なんかそういうのが部分になっていって、それでなんか徐々にこうなんかあの楽器とかもこうバロック的な音色になっていって、雰囲気になってドラムの音なんかが入ってきて、僕は転ばないで歩いたという歌詞を歌って終わるという、それだけの、短い楽曲になってるんですけども、とにかく実験的ですごくこうちょっと再建ステリックな感じっていうかね、そこもすごく、感じるんですけども、まあ本当にこれもまたね、やっぱ他とは違うなんか実験性というか、うん、なんかそこの表現の仕方っていうのがとにかく僕は好きなんですよね。フリージャズな雰囲気なんかもあってね、これはねやっぱりこの アルバムの中で唯一 RC サクセションのメンバー3人のメンバーでアレンジが施されてるというね、うん、まあこれがなんかそういういろんな意味での反骨心とかやるせなさっていうものを、なんか言葉よりかはなんかこの音楽によってこう強調してるっていうところが面白いですよね。はい、そして続いて夜の散歩をしないかねという楽曲でございます。これはねいいですよね。あのとってもこうジャジーでムーディーなバラード曲になってるんですよね。これもまたあの今の清志郎さんの声っていうのが魅力なんですけどもね、これとの歌詞の中でも、窓に君の影が揺れるのが見えたから、僕は口笛にいつもの歌を吹くと、綺麗な月だよ出ておいでよ、今夜も二人で歩かないかといったような、そういったこうラブソング的なところに聞こえるんです。バックでそのねあの女性のあのささやきですよね。なんかこうちょっと甘い女性の恋人のささやきのような、見てあそことか、ちょっと待ってとか、ね、大好きとかね、そういうのがこう女性の声がね入ってくるんですよね。だからこの普通のバラードにしないっていうか、このバラードにこの女性の声が入り混じる、このまた世界観の作り方はめちゃくちゃ面白いと思います。 L と R で聞いてると、 R の方にボーカルがこう振られて口笛なんかもあるみたいな、このなんかアレンジも僕すごい好きでいいですよね。はい、そして続いてヒッピーに捧ぐという楽曲でございます。これもね、涙なしでは聴けない楽曲になってますね。五代五のミッキー吉野さんが、ハモンドオルガン弾いておりますけども、まあ、人間の死、それから喪失というものがテーマになってると思っていて、であのこれはね一応そのヒッピーというのが、まあ、当時そのホリプロの時に、まあ、そのサブマネージャーという、立ち位置だったのかな、大城さんという方がいて、でこの大城さんめちゃくちゃこうお世話になって
ていて可愛がってくれてて、俺がお前たちを、ね、有名にしてやるなんて言ってすごい頼れるすごい良き理解者だったんですよね。ただこの大城さんが亡くなってしまったんですよね。でそのことでものすごく失望した今川の清次郎さんたちが、まあ、これ綴った楽曲になってるんですよね。大城さんの、まあ、お葬式の後にね、あのライブがあって、でそれでねなんか新しいギターを買って、中古のねなんかギターを買って、なんかそういった背景なんかがあって、でこの歌はその大城さんに捧げた、まあ、ナンバーだよということで、とにかくこの愛する人を失った良き理解者良きパートナーを失ったこの悲痛な叫び声というのが、とにかくこれはなんかやばいですよね。なんかこう叫び声でもあり、こうおえつまじりの、まあ、とにかくもうなんか失ってしまったというこの喪失っていうのが、もうねこれちょっ とな痛々しいぐらい伝わってくる楽曲になっていて、後半のシャウト曲の最後の方に出てくるシャウトがすごく心苦しいんですよね。歌詞でも、大川は突然やってきてすぐに住んでしまった、いつものような何気ない朝は知らん顔して僕を起こした、電車は動き出した、豚どもを乗せて僕を乗せて次の駅で僕は降りてしまった、30分泣いた、涙を拭いて電車に乗り込んだ、遅刻してホールに着いた、僕らは歌い出した、君に聞こえるように声を張り上げて空を引き裂いて、君がやってきて僕らを救ってくれると言った、という、まあ、その失望ですよね。そして僕最後の歌詞がとんでもなく心がこうわしづかみにされるんですけども、検視官と市役所は君が死んだなんていうのさ、明日また楽屋で会おう、新しいギターを見せてあげるという、まあすごくなんていうかもうえぐられる歌詞になっちゃうんですよね。でなんかやっぱこの最後のこの歌詞、それから悲痛な叫び声おえつみたいなところが、やっぱりこれ亡くなった大城さんに対する、まあ、レクイエム、まあ、鎮魂歌のような響きを放っているようにも聞こえますけども、やはり死を受け入れたくないという風な残された人間の宿命と、それから喪失感というものが闇の中で入り混じるような、そういったあがいているけども現実を見なきゃいけないといった、そういったいろいろな思考が錯綜した状況で歌われている楽曲だなと思って、やっぱこれはちょっと涙なしでは聞けないというかね、そういう、やっぱりこれはもう本当に、もうとにかく歌声で持っていく表現力っていうんですか、ここがまあとにかく僕すごいなってやっぱ思います。続いて上の空という楽曲でございます。まあ、これもまたね、すごく切ないというか、しっとりするちょっと悲しい楽曲になってるんですけども、まあ、これもすごく神秘的なコーラス、そして全体的に漂う何とも言えない変な爽やかさみたいなのが、こうちょっと不穏な爽やかさっていうんですかね、完全に爽やかとは言い切れない不思議な空気が漂ってる楽曲だなというふうに思うんですけど、やっぱこれもウッドベースというのがとにかく目立つなと思いますけども、あとまあこれストリングスっていうのがね、また聴いてる楽曲にはなってるんですけども、やっぱこれさっきの、まあ、ヒッピーに捧ぐという楽曲の流れで聴くと、ものすごくこれ悲しいというか、半ば諦め遠征的な雰囲気、そこがすごく感じる、楽曲になっております。穏やかなんだけども、この穏やかさというのがとても悲しいんですね。これ今の清志郎さんの心情というものを考えた上で聞くと、すごくこうまた心をえぐられるぐらいのインパクトがある楽曲になるんですけども、なんか歌詞の内容も、君は空を飛んで陽気な場所を見つけに僕を置いていけばいい、だけど空の上からじゃ何もはっきり見えやしない、僕も空を飛んでみようかなんてというね、ちょっと半ば遠征チックな雰囲気なんですけども、こうシャウトとかうわーっと叫ぶこの喪失感というよりかは、なんか個人的にはこれと切ない潔さみたいなのが僕は感じて、それはそれでとても切ないというか、なんかそういうことを感じました。続いて冷たくしたわけはという楽曲でございます。まあこれこそまさにタワーオブパワーの演奏というところがすごく、出てるのかなというふうに思います。特にやっぱりこのホーンの部分ですよね、そこがとにかく強調されてるというような、またこれも R&B のようですごく洗練されてる感じが出てるのかなと思います。ファンキーでございます。でやっぱりこれね、なんといっても、まあ、アコースティックギターとエレキギターとの掛け合いじゃないけど、やっぱりアコギの音色が前に出てると同時に、やっぱりエレキの早弾きのパート、エレキのサウンドっていうのもあったりとかしてて、なんかこの2つのギターというのがとにかくこの楽曲をなんか導いてるような、そういったサウンド面にもなっていてすごく好きですね。で続いて甲州街道はもう秋なのさという
これね、本当僕この曲好きすぎて、この曲だけのために昨年このアルバムを若干紹介したという記憶があるんですけども、これもちょっとフォーキーなところはあるんですけども、まあこの曲はとにかくね、秋に聴きたい楽曲でもあると同時に、これ個人的な話になっちゃうんですけど、まあこの間もね、なんかまあ前もね、なんかいつものようにこうね、僕車でたまたま甲州街道を通ることがあって東京、そしたらね、やっぱりこの甲州街道狭いななんて思うんで、道狭いななんて思ってこう走ってたらね、あそうだ甲州街道といえばあの曲を聴こうと思ったら、もうねあの曲流れて甲州街道走ってる自分っていうものがすごくなんかね、自分で酔いしれたっていう感じなんですかね、あれはね。ただなんかすごく自分を改めて考えてみるみたいなね、そういうことが僕にとってはかなり思い出の深い楽曲になってるんですけども、やっぱりこれね、人間不信であったりとか喪失もどかしさとかいろんな感情っていうのが出てくる。でやっぱこれすごいなというふうに思うのが、これ歌詞の内容も、うん、なんかね、タバコを加えながら車を走らせる、甲州街道はもう秋なのさ、ハンドル握りながら僕は半分夢の中、甲州街道はもう秋なのさ、もうこんなに遠くまで、まるで昨日のことのように甲州街道はもう秋なのさってが出てきてね、まあ、その情景を歌ってるんですけども、その後にまた怒りのパートというか、これも切ない感じで、もう真っ平だ、これからは来ないでくれないか、僕もう真っ平だよ、嘘ばっかり嘘ばっかり嘘嘘嘘嘘ばっかりと、この嘘ばっかりっていうところがやっぱね、何かにつけやっぱ僕はこの音楽性というかね、なんか自分たちの音楽を体現できないもどかしさとかアレンジというところに僕は向けられてるのかなと個人的にやっぱ考えたりするんですけども、まあ、それだけじゃなくて、やっぱり今の清志郎さんたちのこうやっぱ当時の、まあ、その対人間に対する人間不信とか、やっぱ裏切りとか、そういうなんかやっぱりこれはいろんな感情が想像できるんですよね。だからこそ僕にとってもこの曲を聴くことによって、その多くを語らない甲州街道秋なのさといったこの季節にこの楽曲がかかると、何かわからないけど誰かを対象にしているとか、何か自分の物事、自分が嫌だった出来事を対象にしているわけではないけど、何かわからないけどすごくもう嫌だもう嫌だもう嫌だというこの感情、それらをこの今尾の清志郎さんのこの悲痛な歌い方、詐欺棒が感情を込めた歌い方によって僕のこの感情すらも浄化してくれるんじゃないかといった、そういった何かわからないけどもこの曲に救われるよねみたいなのがやっぱりあるんですよ。もともと星勝さんのアレンジでストリングパートっていうのが取られたんですけども、これがトラックダウンの時に取り除かれてるということになるんですよね。だからこの本当今のバージョンめちゃくちゃこの曲いいです。哀愁もあるし、まあ、フォークソングもあるし、やっぱり歌い声っていうのをすごく増幅させますよね、このバッキングってね。そしてこの流れからの最後の超偉大なる名曲スローバラードが、これがやばいんですよね。もうね、これね、なんかもう本当このスローバラード、今日ちょうど今日僕ボイストレーニング通ってて、このボイストレーニングの先生がスローバラードというか今の清志郎さんのことも好きなんですよね。でやっぱファン でその方と、なんかスローバラード今回このアルバム紹介するんだけど、スローバラードっていいですよねなんて言ったら、何なんだろうねっていう話になって、なんでスローバラードに僕たちは引きつけられるんだろうという、こういった論議になって、何回も何回も聞くことによって、言霊というかこの言葉から発せられるいろんな景色がすごく目に浮かぶんだろうねっていう話をしてて、別になんかシエグランドの駐車場で2人毛布にくるまって車の中で寝た経験僕らにないけど、なんかわからないけどこの歌詞を聞くとすごく懐かしいあいつのことを思い出したりとか、なんかあるんだろうねみたいな、そういう話をしたんですよ。本音のアレンジとかね、ドラマチックにさらに仕上がってるんで、やっぱこれはこれで僕は好きなんですけども、このアレンジは。ただやっぱりここってその音楽だけではなく、今の清志郎の歌い回しによって救われる部分っていうのがあるんですよね。だから本当にこのね、スローバラードというのは名曲だなというふうに思います。僕ね、これ本当はね、今の清志郎さんね、生きてる間僕生で聴きたかったんですけど、聴くことが叶わず、ただ、何年か前に銀杏ボーイズ、ミネタさんのね、銀杏ボーイズのライブ行った時に、なんとこの楽曲をミネタさんがなんかそのタクシーで聴いた時のエピソードとともにこのスローバラード歌ったんですよ。もうあれで僕ね、なんかめちゃくちゃ鳥肌立ったの覚えてて、やっぱりこれ表現するのって、やっぱ銀杏ボーイズのミネタさんってすごい、確かに表現めっちゃいいなって思ったりしてて、まあこれね、本当にすごくいいですよね。本当ロックに残る伝説の名曲ですよね。これが売れなかったというのが信じられないぐらいの名曲でね、やっぱ歌詞もなんかね、昨日は車の中で寝たとかね、シエグランドの駐車場っていう歌詞を出してきたり、でこのカーラジオからスローバラード、夜霧が窓を包んで悪い予感のかけらもないさ、あの子の寝言を聞いたよ、本当さ確かに聞いたんだという、このインパクト
のある歌詞ですよね。ここなんかこんな曲かけたら僕もシンガーソングライターとして死んでもいいと思えるぐらいの、なんでこんな伝わるんだろうっていうすごい名曲ですよね。まあ、これもなんか詳しくこのスローバラードの魅力を一本の動画にしてもいいぐらいのレベルだなと思いました。はい、ということで、まあ、今回ねちょっとね短縮して喋ったつもりでもこんだけ長くなっちゃって本当申し訳ないです。はい、ということで今回ね、まあ、シングルマンご紹介しました。ぜひ皆さんもこのシングルマンいろんな背景、そしてまあご自身のね体験、ご自身の感情を揺さぶられるという経験をぜひしてほしいなと思いまして、とにかくこれはもう絶対名盤でございますので皆さんもぜひ聞いてみてください。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。